逆にあれですね、湾内からこう一望できる感じで、あ、これはこれでいいですね。ねえ。さあ、ということでね、残りの場所を調べてみましたけど、まあまあ、こっからが行くんですよね。湾のね、ちょうどね、向こう側ね、さっき映した湾のね、向こう側なんで、ね、直線距離はね、短いんですけどね、ぐらーっと回らないといけませんから、ネムリゾートと、浜島カントリークラブもこの辺りなんて、この時間から行ってどうするんだよって話ですし、私ね、ゴルフするもしないんで、全然あれですけど、で横山展望台が26分、ここがギリギリ日の入りまでに行けるかなってことなので、横山展望台行きましょうか。よし。ちょうどこれで、ね、尾形に挟んだ向こう側になるんですけどね。よし、で、どっから行ったらいいかな。とりあえずさっきの道に戻って、いや、戻るよりもこっちから行った方がいいか。よし、そうか、そうか、そうか。そのショートカットっぽい道で行くと、全くコンビニの一軒すらもないんで、国道の方出ましょう。ユートラでちょっとあれかな。軽くお惣菜でも買って、あそこね、あれが美味しいですからね。お惣菜のカツ丼とか美味しいですからね。ユートラに行くっていうのも手ですね。まあ、国道に戻りましょう。よし。さあ、で、帰りまでに一回ガスも入れないといけないな。さあ、大変だ。で、トイレもしたいし。結構車来るよ。リゾートホテルのご利用の方でございますね。あら、優雅ですね。うちはだいぶボンビー旅をやっておるという中で、まあ、リゾートホテルなんてね、とてもいいじゃないけど、でね、ビジネスホテル泊まったってね、今回は6000円も出しましたよって言ってね、ドヤ顔してたりしますけどね、あそこだと多分2万円とか3万円ぐらいは行くんでしょうね。日本産本当にだと思いますが、いやー、一人でね、いやー、すごいですね。あいつも多分宮古ホテル、なんか近鉄系列、まあ、近鉄系なんでしょうね。帰りに行ったすの湯入ってくるかな。帰ってきた。リゾートホテルは多いんですけどね、その日帰り温泉施設みたいなところはないんですよね、多分こっちの方って。お宿泊のところが多いですからね。ちなみにあれですね、私なんか歯切りとかなんかいろいろ言ってますけど、あれ泣き入りですね。波を切るって書いて泣き入りですね。まあもう多分訂正が、先に書いてると思いますけどね、動画的にはね。ああ、そうなんですね。ティー・ウッズって名前なんだ。完全に背番号44のあのタイロンさんがね、あれな、いそうな感じの名前でしたけど、ティー・ウッズ、あ、そうか、宮古リゾートに泊まる人だったら、送迎はそれはあれだけのところだからありますよね。なるほどね。一応こっから行くと、たてがみってところから行くとショートカットできるみたいなんですけど、道もだいぶ細そうですし、私はちょっとトイレを借りたいんで、ね、さっきの牛トラ寄ってきましょう。はあ、大切牛トラ、少しすごくシンプルな牛トラですね。夜8時までシンプルですね。よし、言うて四日市にないんでね、牛トラは。鈴鹿までは来てますけど、そこから上には品質がしてきてないんで、もともと九南線こっちの方が強いですからね。牛トラは惣菜がいいですからね。ちっちゃい店舗でもね、ほんとあれですかね。よし、じゃあ行きましょう。はい、です。じゃあ
さあ、ということでね、買ってきましたけどね、まあ、お弁当とね、もされてる大体がね、お弁当とね、カツが美味しいですからね、カツ。カツ丼にしようかなと思ったけど、今日は、今ちょうど、ロースカツ豚カツ弁当が出来たてのね、やつがあったんで、あ、これにしようって言ってね、買ってきましたよと、いうのと、あとはね、まあ、また、ヘアドリのところでね、出すと思いますけど、いろいろと買ってきましたけど、まあね、やっぱこういうところに来るとね、こういった感じで、あの、湯元のね、干物とかも売ってますんで、よいしょ。こんな感じでね、アジの開きね、そう、さっきね、あの、あ、干物屋さんがいっぱいあったなって言ってましたけど、ちゃんとね、こういったね、地元のスーパーに入ると、ちゃんとそこのところがね、地元価格のやつね、これ2匹で240円ですからね、1匹120円だから普通に安いですからね、そうそう、ということでちょっと開きをね、やってきて、これをね、また明日の、朝のつまみかな、朝のつまみ、朝の朝ごはんにでもね、しようかなと思いますと。他にもいろいろ買ってきたんですけど、それはまたちょっとね、動画の方で出しますんでね、あの、別で撮ってね、出しますわ。という感じで、ちょっと面白い納豆とかね、こんな感じのやつもあったとかもね、買ってきました。という感じですよね。で、こっから、さあ、問題こっからなんですよ。あの伊崎灯台は行ったんで、で、今から横山展望台でしたっけ。横山展望台まで向かいます。車に20分だから4時20分、日が暮れそうな時間なんだよな。ちょっと、間に合わん、日の入りに間に合わなさそうですけど、一応こっちの方向かっていこうと思います。さあ、まずは、ここに、あれなんですね。薬屋さんもあるんですね、あ、そうか、お医者さんがあるから処方箋出してくれるのかな、お、ちょうどいいで、夕方コピーになってね、入り組んでるんでね、本当はまっすぐスポーンと受けたらね、あっという間に着くんで、結構早く着くの距離なんですよね。ぐるっと大回りしないといけませんからね、これが大変なんだ。